張って釣りたいね。さあとりあえずね、まあひたすらもう復習地ですね。とりあえず時間帯的にですね結構回ってきてるっぽいんで、やっぱり12時過ぎないとね、この季節はきついっすね。もう川とかね、そのフィールド自身にポテンシャルがあればいいんですけど、やっぱり野池とかね、そういうタイプはねちょっとないっすよね。ですのでちゃんとこう、ね、ポカポカした日で、こういった形で、はい、ということでね、一応シャット編なんですけども、スモラ場で探りながら行っております。でシャットなんですけども、シャットはねサイトフィッシングになります。でまだねこの時はサイトできるほど水が澄んでなかったんですよね。でなぜか知らないんですけど、まあ水が澄み出すんですよね。澄んだというか太陽光がね強くなったことによって池がシャローなんで、それで澄んだように見えたのかもしれないんですけど、そこからですねバスが見え出すんですね。でこの通りですね、一見マッティシャローレイクといった感じなんですけども、やはりですね時間が多分この時で昼過ぎぐらいだと思うんですけど、昼前かなぐらいだったと思うんですけども、今までですねシャローに見えなかったバスたちがシャローに見え出すんですね。それでですねそのタイミングでシャットを出すんですけども、この時はですねまだシャットっていうね選択肢は僕の中になかったんですけども、ただねこうやってスモラ場でね打ち進んでね行くうちに、そういった変化がねある場所をですね見つけまして、そこでですね見えバスと出会うことができまして、よしシャットでサイトフィッシングしようといった感じで、ここでシャットにルアーチェンジします。すごいシャローに、今ねここ一帯に魚がすごい集まってますね。ちょっとまだ釣れそうなんでやってみたいと思います。ありがとうございます。はい、こんな感じでですねテクテク歩きながらバスをね探してるんですけども、なかなかですね条件が揃ってないとバスもね刺してこないんですよね。なんかそれが面白くて、ですので、こんな感じでですね、まあ、ストラクチャーに対してもうバスは見えてないんですけども、バスがいることを想定してですね高速で直線的に 20-30cm 動かすといったですね、ちょっと特殊的なトゥイッチじゃないんですけどジャークでもないんですけど、そんな巻き方をしてます。でよくね言われるシャットの高速巻きっていうのはあるんですけど、まあ、それのストップ&ゴーといった感じなんですけども、本当ですね20センチから30センチっていうそのぐらいの距離感でブルッブルッっていう感じでね引く感じです。さっき1匹目はですね偶然にも、その食う瞬間がねカメラに映ってたんですけども、あんな感じで一瞬だけこう口をパクって開けて吸い込むんですよね。でうまいことその口元の手前ぴったりで止めると吸い込んでね食べてくれるんですよ。これもですね意外と天然のバスにもね使えるテクニックといいますか。でもねなかなかブラインドでこれやるのはねなかなか難しいんですよね。やっぱりサイトで魚を見つけて頭のね角度をよく観察して、それでねリアクションバイトさせるんですけども、やっぱりね泳ぎ回ってるバスはねなかなか釣れないです。はい、やっぱりねなんかストラクチャーで餌を待ち伏せてるような魚にね対してそういったアプローチすると結構効きます。あとですね
結構ピッチングでひょいひょい投げてるんですけども、これはですね、僕今までスピニングでやってました。 SS エアーでもですね、ここまで思い通りに投げれなかったですね。ですのでね、スティーズエアー本当すごいと思います。はい、ベイトリールのね、軽量リグの軽量ルアーの使える範囲をですね、すごく大幅に広げてくれたスーパーリールだと思います。さあ、なんだかんだですね、池を一周しまして、いろいろやったんですけどもね、ストラクチャーに対してはスモールラバージグとか、沖に対してスピナーベイトとか、そしてショアラインとか、ファーストブレイクまではシャットとかですね、いろいろやったんですけども何も起きなくてですね、もう一回シャットでね、釣れた場所に入り直しました。そしたらですね、不思議と見えバスの量が増えてるんですよね。で、すごくね、これがまた面白いところなんですけど、缶釣りとはいえね、生命感があるところとないところっていうのがね、やっぱり存在するんですよね。で、よくね、観察しますと、足元にね、チギルがいたり、食べ頃サイズのね、ブルーギルがいたりね。ですのでね、やっぱり日の当たり方であったりとか、水温がね、上がりやすいところであったりとかですね、やっぱりその日の状況によってですね、やっぱりこうやってバスがね、集まる場所っていうのが変わってくるんですよね。そんでですね、もう一回シャットをね、チェックして、多分ね、見えバスが5、6匹いたんですよね。ほとんどシカトされたんですけども、やっとですね、反応してくれそうなバスを見つけました。このサイトです。よかった。さあ、結構ね、いい反応してくれてたんで、ちょっとね、仕掛けてみたら一発で食ってくれました。ありがとうございます。さあ、今度はね、1匹目2匹目と釣れた場所はね、もうさすがにバスがね、釣れ切ってしまいまして、今度はね、ショアラインを本当岸岩だったりをですね、シャットで攻めております。ついたら巻きできましたね。皮一枚でした。バーブレスなんでね、もう必死ですよ。一本がね、曲がっちゃうんだよね。はい、ありがとうございました。かなりね、浅いところトロトロトロって引いてきて、ハングオフでガーンってきましたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ソウルシャットの一番小さい 45SP だったんですが、特にサイトフィッシングでリアクションバイトを仕掛けるとき、ベイトリールでは近距離戦で正確に投げ入れることができなくて、今まではスピニングでやってましたが、今回はこの通りできてしまったので、ベイトリールでできることが一つ増えたことがすごく嬉しかったです。やはりスピニングだとラインが細いので、合わせ切れギリギリのラインなので、しっかりかけて安心して寄せてランディングできるので安心感がすごくありました。8分の1オンスのスピナーベイト、 1g のスモールラバージング、そして今回はソウルシャット 45SP ということで、次は何が来るのかお楽しみにしていただけたら嬉しいです。それでは、ボーテッペイことボーちゃんでした。もし僕のことを応援してもいいよという方は、まだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。